ですね、ここが江ノ島なんですけど、江ノ島からちょっとこう入ってきたところに、コーヒーを自家焙煎するお店、それと中国茶を、同時に売ってるお店があるんで、そこをちょっと覗いてみたいと思います。コーヒーとでも中国茶って何だろう。コーヒーの自家焙煎は分かるんだけど、コーヒーと中国茶のこうなんかコラボレーションというか、それをどうしてかちょっと伺いたいなね。はい、あ、ここかな、醤油湯さんだね、ここだね。こんにちは、あ、どうもです、こんにちは。コーヒーの自家焙煎と、はい、中国茶、これのコラボレーションのお店のオーナーの片野五郎さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。まずその醤油油の名前の由来はどうなんですか。はいはい、あの中国の宗氏っていう方が言った言葉で醤油油っていう言葉があるんですけど、あの意味としては自分の中の宇宙で遊ぶっていうような意味ですね。無の境地というか、はい、そういう時間とかそういう概念じゃなくて、こうただフラフラ漂ったりとか、そういう感じの雰囲気の言葉です。そういうただこうフラフラしながら、うん、その空間でお茶をいただくっていう楽しさ、うんうん、そうですね、結構時間を忘れて、まあ、お茶だったり、ね、コーヒーだったり楽しんでいただきたいなっていうところで、あと場所もまた腰越えてすごくゆっくりしてる時間の流れが ね、そういうとこもあってここに、はい、開きました。そのコーヒーの種類なんですけど、はい、コーヒーはまずコーヒーの方から、うん、お話聞きたいんですけど、大体、はい、どこで仕入れられて、はい、どういうふうな焙煎の仕方をしてっていうのみんな興味あると、みんなコーヒー好き多いじゃないですか。そうですよね、コーヒー仕入れ先もまあいろいろだったりするんですけど、まあ、例えば珍しいところだとベネズエラの豆とかって最近日本で出回り始めたんですけど、うん、これはもう大使館に直にお願いして仕入れさせてもらったりとか、あと中国の雲南省のコーヒー豆があったりとか。中国ってコーヒーもあるの？そうなんですよ、コーヒー、はい、雲南省南の方で作ってるんですけど、へ、はい、結構まずないでしょ、日本に中国のコーヒー。日本の中国のコーヒーも最近ちょっとずつ出てきましたね、はい、そうですね。どんな味なんですか？味はちょっとお茶っぽいんですよ。近くに緑茶畑とかいろいろあったりとかして、はい、そういう近くで育ててるものとか結構作用し合うんで、はい、なるほど、ね、後味がお茶っぽかったりとか、はい、しますね。その生の豆ってちょっと見せてもらっていいですか？ちょっとそこに出てるかな。あ、これ？はい、まあ、これから焙煎しようと思ってたんですけど、はい、これまだ匂いはしない。匂いはそうですね、グリーンビーンズって言われますね、これが茶色になるってことでしょ、あれ、まあ、でこういうの、こういうの結構もうこれから匂いかなりすると思います。これコーヒーの匂い？これコーヒーの豆の匂いです、ね、コロンビアの豆なんですけど、ちょっと酸っぱみがあるというか、うんうんうん、果実っぽいですよ ね、なんで浅煎りだとまだこの果実味が残って酸味が出るんですけど、深煎りにするとどんどんそういういろんな成分が飛んで、あ、そうそう、苦くてコクがあってみたいな。なんかカフェインも浅煎りの方が多くて深煎りの方が薄い。でもちょっと普通は逆っぽいじゃない。なんかそんなイメージがあるんですけど、ね、うん、朝入りの方がカフェインが含まれてるんで、まあ、朝飲んだりするとこうパキッとしたりとかするし、夜飲むならまあ深入りとか、まあ、デカフェもあるんですけど、デカフェにしてるとか、いろいろ飲み分けたりすると面白いかもしれないですね。ちょっと焙煎していただきましょうかね。あ、してみますか、うん、はい、失礼します。初めて見る。あ、本当ですか。うん、焙煎、コーヒーの焙煎、いきます。
まあ、このマシンはあのここに温度上昇率だったりとか火力とかあとファンの強さとかいろいろ調節できるようになっていて、まあ、豆の温度とかを見ながらファンを強めたりとか火力を上げたりとかしながらで焙煎していきます。それもつきっきりで。そうですね、ね、つきっきりですね。あ、いい香りしてきた。エスプレッソの豆は一番深いフレンチローストっていうところまで持ってくるんですけど、それはあの豆の中の油が出て、あの見たことあるかもしれないですけど、コーヒー豆がツヤツヤなやつ、はいはい、あれって豆の中の油がこう外に出てあのツヤツヤしてるんですけど、それぐらいまで持ってきました。これは中入りなんで、内ハゼが来てから豆の温度でいうと215度ぐらいまで、あ、巻き込むようになってきた、うん、そう、これぞコーヒーだわ。そうですね、これぞコーヒーですね。これでローストが終わります。はい、はい、おお、まあ、下がこの掃除機みたいにこう空気を吸ってて、で冷却するっていう。ね、さっき真っ白だったの、ベージュだったの。そうですね、はい、じゃあ中国茶これでしょ、あと2分ぐらい冷却で、じゃあ次に中国茶を。